トゥーパンプスさんです。はい、ハニョアジャーのんちゃん、おはからおはから。高さん、おはようございます。おはようございます。今は大量の現金を持ち歩く人は少なくなりましたが、かつて業界で大物と呼ばれた人たちはセカンドバッグに封をした札束を普通に入れていました。あのクラスになると私たちが諭吉さん1枚を出す感覚で100人の諭吉さん、つまり100万円を使っているように見えました。すごい。ちなみに諭吉さん以外はお金という感覚がないようで、支払う時にお釣りを受け取っているのを見たことがありませんでした。うんうん、バブルの頃はそんな人たちが私の周りには少なからずいましたね。すごい、バブル経験したことあります？子供だからな、わかんないな、その恩恵を受けてないっていうかさ。あ、そっか、だったらしいっていう感じかな。私ちょうど崩壊した時に生まれてるんで。そうだね、94年、はい、92年、崩壊始まって始まってぐらい、ね、うんうん、ちょうど不景気な時に、だからそういう、知らないけど、ね、聞くとね、みんな札束持ってるでしょ。いや、みんなは持ってないよ。業界のごく一部の大物と言われた人たちが持ってたなって話だからさ。え、でもさ、タクシーとか並んでるとさ、お姉ちゃんこのお金でタクシー乗りなよとか言われるんでしょ。タクシーとか乗らないし、そんなんくれるんだったら乗りたい。何言ってんだ。すごくない？普通に言ってご飯食べたら、そこのお姉ちゃんたちのテーブルお金払っといてとか言ってくれるんですって。これは今でもバブル時代、磯さんに魅力があればしてもらえると思いますよ。ひどいよ、一回もしてもらったことないよ。だからその程度ってことですよね。100均で会えるアイドルっていうこと。確かに、何コーナーかしらって言ってなきゃ、辛くて言ってないです、やめて。親に謝ってください。親はガラクタを産んでません。産んでませんよ。別に私は親は否定してないですから。磯を否定してるんですか。は、何、もうやめてよそういうの。皆さん聞きました、これ絶対録音して私を訴えますから。訴える準備はできています。磯彩香は100均コーナーに並んでいて、コーナーはガラクタコーナー、もう訴えますね、これは。そんなこと言ってんの、自分で。自分じゃないでしょ。自分のその、なんていうの、売り文句として。そんな安く見積もっちゃダメ、磯彩香さん、もっと高級品だと思ってますよ。あー、私豊さんみたいな人と一番付き合いたくないって感じのね。目崎さんも言ってるんですよね。本当リアルに嫌だよ、この人。女子に出さないの。何自分の名前出さないでください。ああ、そうか、巻き込まないでってことね。はい、本当に思ってますから、目崎さん。うん、大丈夫です、こちらから願いします。大丈夫です。トンチョさんからです。